さあ、こんばんは、マーティン。ダーメン、こんばんは、キングタケです。今日は、まあ、2005年の巨人と楽天ですね。はい。楽天の田尾康史監督と、巨人の堀内恒雄監督の擁護集を言います。まず、田尾康史擁護集だったら、まあ、山崎武史さん、まあ、2004年、伊原廃下とかもう反発あってね、結果的に帰れと言われて、結局落とされてしまい、懲罰的な感じがあって、2005年、山崎武史さん成長したのは、やはり田尾康史さんのおかげで、その後、ノムさんの、おかげで、まあ、主軸となったそうでございます。やはり、田尾康さんがもし出会わなかったらね、はい。チームは確かに圧倒的最下位となっていたが、やはり、やめないでということ、はり、擁護発言もあったそうではございますね。続けてほしいなという擁護発言。ただ、成績不振で、史上最多敗戦が多い、例外の敗戦となって解任したそうです。確かに、田尾康さんは当時、安打製造機として活躍中日の、まあ、阪神西部に在籍してね、はい。まあ、今、難病を抱えてはおりますけどもね、はい。そしてもう一人、堀内恒雄監督です。堀内恒雄さんの擁護集は、まあ、清原軍団を解散させたこと、2005年のシーズン終了後に、やはり2004年、清原和代さん、隠し靴あって、まあ、戦力外と発表したが、清原さん、直談判して結局残留させることになってしまった。やはり隠した表明が、ハイタッチ拒否事変は、あれはあかんですね、はい。あとは、まあ、エースの、後のエース、内海投手を我慢強く、辛抱強く使い続けたこと、やはりこれも擁護してほしいです。多分誰が監督をやっても多分うまくいかない、そういう発言、高橋久成さんの発言ですけどね、はい。擁護する発言、あとは若手を起用することができたのは確かです、はい。確かにね、この打線、まあ計画を変更できたのは確かにいいことですが、選手の仲が悪いのは確かに事実ではございます、はい。確かに悪いこともあるけども、擁護するようなこともあるんです、はい。以上です、バイバイ。